エスパルタ用のケイスケとシャグロとアンクッタフロットガジョン。さあ、ということでまた事件が起こりました。もうやだ。おー、事件やだ。エスパルトライブやばすぎでしょ。画数とかが問題なのかな。名前エスパルトライブの変える文字数が不吉不吉かもわからん。もうエスパにしようかということで、今年さまざまなご報告を僕たちしてきましたが、新年からタン君が40度の熱を出し、僕が交通事故に遭い、ヒロトが胃腸炎にかかり、なんと次は島袋の身に不幸が起きました。笑ってるけど、おっちゃんは笑われへんわな。俺はもう本当に笑えない。いや笑えないよ。笑ってるけどマジな事件です。いやそうなんすよね。っていうのも、不幸3連鎖に続き、島袋の車が当て逃げされました。違うな。違うわ、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 違うわ。その不幸4連鎖目で、オチがガチ余ってるのがほんまに危ない気がする。ほんまにそうやな。やばいな。いやだから、まあ正直俺はちょっと人生何があるかわからないっていうのを常々思ってるから、俺の身に今年何が起こるかちょっと楽しみになってきちゃってるのよ。これがでもヤバすぎることだったら、あの不謹慎かもしれんけど、俺やっぱそういう性格やから、とうとうの頃は俺かみたいな。いやそんな感情。1月にこんな4連続で起きる？そうなんだよな。1月なんだよな、俺も。しかも元旦から始まってるから。まあ状況説明してよ、じゃあ1回その状況説明しますと、その日はラーメンを食べに行きまして、はい、いつもの日常やな。いつもの日常ですよ。メインフィーズとラーメン食いに行ったんですよ、はい、埼玉の方に行って、まあ行きつけのラーメン屋さんに行って、でその車を止めてて、リタがやっぱかっこいいな、黒やし世代やしって見てて、うん、せやろと思ったら、しゃがんでずっとフロントを見てるんですよ。そんなになんか変わったもんあったっけと思いながら見てたら、あれ持つここ気づいてねみたいな感じで気づいて、嘘だろと思ってバッて見たら、運転席の右前ライト下に傷とエアロのところに傷、うわっこれやられてるわと。え、ほんまにそれまではなかった？なかったし、前やし右やから当たったら分かるやん絶対。うわ分かるな、うん、うわーこれはやられたなと思いながら泣いてましたねずっと。いやそれがね、もうほっとりね、見たらね見るほどなんか傷が深くなっていくような、なんかもう目に止まっちゃうんですよ。これがね、プリウスに対する愛と、もっちゃんがクラウンに対する愛って本当に違う。違うよ、生粋な車好きですから。そうそうそう、しまうから一番大切なものやもん。いやそうですよ。これはハークのプリウスに当たってた場合、別に俺動画にしてないよ。いやしよう。問題じゃないけど、愛がないみたいな言い方やめてくれる。愛ないやんの。あるよ。え、じゃあそのラーメンの駐車場でやられたってこと？多分ね、その前だと思う。で、その前はね、俺ずっと車出しやがって、だからその間じゃないかなと思って。俺はその駐車場で、その駐車場で、ワンちゃん防犯カメラとか見たらさ、いや全然出てくるんじゃん。いや確かそこの駐車場絶対あるやろ。あの駐車場あるかな。あったらね、ラッキーなんだけど。いや多分ね、パーキングあるんちゃうかな。絶対あるよな。被害届出さないとカメラって見れないから。ああ、そうなんだ。ちょっとややこしくなるのかな。出てこい犯人。石川ナンバーの真っ黒のマジスタに当たった方はぜひ DM ください。法的処置取らせていただきます。今出てきてくれたら許すよな。今出てきたら多分許します。この動画がアップされてまあ3日以内にもし DM して来てくれれば、まあ許します。俺やったら人間の顔で言う頬やから、ここめっちゃ傷いったるけどな、こうガニ。何逃げてんのお前。ルフィみたいな人。刀にガチヤマじゃなくて。ということで、まあ、僕らもまだその傷をまだ見てないんで、結構な傷です。まあまあまあ、もう俺からしたらもうってなったよね。もう本当にうわーっと思って絶望に浸りながら俺ラーメン食ってたもん。俺マジで、あー食う前やった、食う前やってん、うわーっと思って俺固まってたもんずっと。きついなそれ、うん、僕らもまだその傷見えてないんで一回見に行きたいと思います。はい、当て逃げの証拠を見に行きましょうか。一回一回行こうか。まあ一回ちょっとぜひ見てください、ね、はいはい、ということで当て逃げされた車まで来たわけなんですが、はい、まあ結構エグいな。見たでしょ。うん、でなんかまあ俺からしたらどうでもいいぐらいやねんけど、うんうん、車好きはマジで嫌やろなって思うわ。嫌だ、もう本当にね。いやそれこそ俺もどうでもいい車やったら俺も見つけてくださいって言うわ。もう違う、ちゃんと選んで考えて買ってこれやから、好きでこうってこれやから。ワックスとかはちょいちょい一人で行ったりするもんね。そうなんだよ。いやし、その車が黒だから目立つ、ね、うん。さあということで、今回当て逃げされた傷を見ていきましょうか。はい、皆さんにお見せしたいと思います。今回ぶつけられた傷は、何でさ、なんか大発表みたいになってんの。ダメダメ。いやでもそれぐらい嫌ってことだよな、お前の中で。俺からしたらもう大事なんだよ、うん、ということで今回僕が傷つけられた場所はこちらです。どうぞ。
場所はこちらです。どうぞ。ほら見ろ、ダダーン、結構行ってますね。はい、まず見てわかるのこれと、うん、こうね、わかるかな、反射して多分わかりづらいねんけど、ここ、これ、ここね、ここから、ここからね、うん、こう行って、こう行って、うん、で、続いて、ここ、ナンバー下これ何これ俺、前から、俺、前から入れないよ、俺で、今見た、気づいた、何これ、なんか10円玉の引っかけ椅子みたいなのがいっぱいある。これ、ちょっと待って、俺も一つ気づいてしまった。何がここ見て、いや、どうでもよ、ちょっと擦れてないこれ、どうでもよ、お前の車、誰これ、でもこれ多分、あ、汚れや、汚れや、え、これ当て逃げの、いや、当て逃げしかないでしょ、だって自分でぶつかってなかったらもう気づくもんな、このレベルね、気づくよ、ザザザザって言うもん、わかるよ、でもこっちの下の方が多分前に出てるから、うん、自分で当てたら前出れてないで、だろ、うん、分かるんだよ、普通は当たったら対角線上の左後ろとかじゃないね、やったら分からんかもしれん、こんなん自分のまんまやの、右まんまや、こんなんは当てたら分かるに決まってるやん、俺が大学2年ぐらいの時に元カノのおじいちゃんの車にぶつけた傷とよう似てるわ僕ね、あの駐車場を借りてるんですけど、ちょっと遠いから近くのパーキングに停めてるんですよ、コインパーキングに、うん、で、コインパーキングってステップアップみたいなさ、うん、あの、ウェーンの明日から、そうそうそう、だけでなんか囲われてるわけじゃないから、まあ多分そこで傷つけられたのかなと思って、でもそれっぽいよね、傷も、いや、そうなんだよ、可能性としてはもうそれしかないよ、こう曲がってきて、このサイドがシュッて、そう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 、ガチの傷につけてもらった、誰の、プリウスの、もうえって、じゃあ来いって、汚れや、見て、えほんまや、え、これ元々じゃないの、違うよ、嘘やん、ほんまやって、ほんま、嘘やろ、今気づいた、ガッツリ言ってんの、え、絶対嘘、前からあるやろ、ないって、だってお前ほぼ新車やで、なんならもっちゃんのよりひどいやんえ、何俺これもっちゃん元気づけると思うわ、はい、ということで皆さんに島袋の当て逃げ現場を見てもらったわけなんですが、ひどいでしょ、その傷動向ってよりも当て逃げした側の気持ちがわからん、逃げるやつの、え、マジで俺その逃げはせん、絶対ごめんなさいって言う、ちゃんと言う、俺言う言う、絶対言う、電話番号書いとくな、だってこれ警察届けたら事件案件で、だからそうなったら防犯カメラ調べてもらえるってことでしょ、うん、そう、被害届出して、あの本当に3日以内ですから期限は、3日以内に出てこんかったら被害届出すの、被害届出して相手のナンバー晒します、ダメだよ、もしお前が忘れてたら俺が勝手に送っとくわアイドルのオーディションみたいに、これはもうしてやられたね、出して対談動画撮ろう、その犯人と、犯人と逃げるやつの気持ちをインタビューするっていう、もう反省動画まあ、てな感じで、ちょっとね、俺もこの前まではまあ3人やし逆払いぐらいでいいかと思ってたんけど、うん、マジでちょっと霊媒師みたいなありなんちゃうかなって思ってきてるわけよ、やりたいよね、俺ガチでやりたいね、ほんまに、え、やりたい、やりたい、なんかやっぱ見てもらいたいよ、じゃちょっとやりますか、やろう、やりますか、え、なんかもう、でも俺そのなんつうのお笑い風嫌やねん、あ、もう真剣なね、いや俺も嫌や、だからもしかしたらその霊媒師の方が今後のなんかガチ山の未来のことを言ってくるかもしれんしな、5人目のおお、いいね、おもろいね、そしたらその霊媒師と俺の人生の勝負や、ちょっと探しますわ、じゃあちょっと霊媒師、ギャル霊媒師の方もいいと思うけど、変わった霊媒師も一回探してみて、一番良さそうな霊媒師の方に、むしろカメラ NG ですぐらいに、そのあー音声だけでとかね、あーガチだね、その方が俺嬉しい、次回、ガチ山にあのキンキンで事件が起きなければこのシリーズ霊媒師で完結編となりますので、皆さんお楽しみにしていてください、お願いします、僕たちにどんな悪霊がついているのか見ものです、いやマジなんか生き霊とかバリついてそう、待ってお前生き霊よりもっと怖いもんついてんで、何お前後頭部にお前ご飯粒ついとるわちょっと取ってみてくれ、怖すべどこで飯食ってるの痛い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 、うん、お前やリスナーの心くすぶりかますいたずらんだ大阪埼玉石川レペゼンの YouTuber ヤバすぎて食らうからチャンネル登録する、いや発射 GO エスポワールドライブ時代を変えるために今一緒にやげよう12345動画再生数急上昇難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動折れない心を持つのがマストエスポワールのインパクト